どうぞ。はい、それでは豊国の万葉集5回目になります。今日は、そこで柿の本の人丸1ということで、万葉集を代表する歌人のナンバーワンはやっぱり柿の本の人丸でございますね。で、実はこの方がですね、人丸さんもそうなんですが、日本書紀食日本義という我が国の正史ですね、歴史書に実はこの方出てこないんです。人丸さんはなぜかなと言いたくなるんですね。で、この扉なぜか知らんけど、これは百人誌から持ってきてありますけど、柿の本の人丸、足引きの山鳥のしだりおの長流しを一人かもね、その隣になんと私天智天皇を挙げてるんです。秋の田の仮穂の伊穂の苫をあらみ、我が衣手は梅雨に濡れつですね。これはこの講座の一番最初にやりました仁徳天皇、その方をモデルにして同じく豊の国の天智天皇さんが仁徳天皇さん、私にとっては宇治天皇さん、宇治のは吉良子さんですね、のやっぱり民のかまどから煙が上がっていないということで、民から3年税を取るなとおっしゃった王道政治をなさった方の真似をして手本にされて、自分も民が豊かになるような王道政治をしたい、だからこの方にこのような歌が残ってるわけなんですね。で、この秋の田の仮穂の伊穂の苫を荒みと、つまり、結局、仮穂で稲を刈った穂で、屋根を敷く、拭くわけでありますね。その屋根に拭いた苫がの目が荒いので、私の衣では問題は次だったんですね。梅雨なんです。これは仁徳天皇の故事にあるように、これは雨梅雨だったんです。宮殿が税を取らないために修理しなかったから雨漏りするんです。その雨漏りするところに箱を置いて受けられながら、それで神長姫皇后とご一緒に漏らないところを転々とされたというのが実は仁徳天皇の故事だったんでございます。だからこれを通常の百人一首では、夜梅雨、しかもお百姓さんの粗末な仮小屋に本当に寝泊まりして、でそれで、梅雨に濡れるんだと、夜梅雨に濡れるんだっていうのが今時の、高校の百人一首の解説でございますね。全然違います。宮殿にいながら雨漏りの梅雨に濡れるわけでございます。その天智天皇さんと柿の本の人丸が、もう最初から言います、実は種獣の間柄だったんでございますね。今日はその第1回目は歌を解説しながら、実際にこの国の歴史、しかも豊国の歴史、この北九州の市のすぐ隣の河原町の出来事なんでございます。人丸さんそこの出身なんです。はい、今始まる前に牛尾さんと話してましたけど、実は河原町に柿の本の人丸の家があるという、そういう情報がこの前得られたわけでございますね。さあ、その柿の本の人丸について、これは中西進さんの万葉集辞典なんですがね、ちょっとお読みしておきます。柿の本の阿蘇見人丸、美達天皇の時の御代に家紋に家の門に柿の木があったので使命とした、だから柿の本だというんですね。で、それで、天武十
781年12月、それから和道元年708年4月の柿の本のおみさるとの関係も論じられているとありますね。で、作品の年代から追っかけると、これも通常言われるんですが、持統天皇、文武天皇朝に仕えたと思われとありますね。それから、奈良の宮の表題の前に石見の国で死に臨んだ時の歌があるので、和道3年3月の平城遷都以前に没したかというふうにございます。そして、また、地方における歌も多く、瀬戸内海、近江、石見、筑紫などの作品から下級官人として地方へ下校したと思われると。ということで、実は本当は謎の歌人だったんです。私も高校時代に生徒さんに、主には高校では天武持統の領長に仕えた宮廷歌人と、まあ、こう教えてきたんですよ。ところが、教師として教えながら、どうもなんか違うんだけどなという感覚を抱きながらですね、やがてこっちの、九州福岡県に夏休みごとに帰ってきて、で万葉集も古事記も日本書紀もその舞台がみんな実は豊国だっていうことに気づいて、今こういう、発表しとるわけなんでございますね。さあ、ここからです。飛鳥時代の和国首都圏地図、大和の国首都圏地図ですね。それで宝光元年西暦591年から白宝元年、これは天智天皇の白宝元年を当ててあります。661年まで、もうこれが通説と大いに違うところでして、和国本庁、大和王朝がなんと福岡県の東西に二王朝が並立していましたよというのが私の飛鳥時代の認識なんですね。で、和国本庁から後の壬申の乱において後の天武天皇が出ておりますので、これを和国本庁天武系としてありますね。それから、和国東朝、豊の国、豊前の国なんですが、ここから天智天皇が出ておりますので、これを天智系と、まあ、こういうふうに分けております。そしてこの豊国を、通り過ぎますと、この山口県から茨城県まで、こちら和国本庁が支配しておりました。もうそういう前提でお話ししております。で、これが随所和国伝なんですね。で、随所和国伝において、随の使者廃生生という人物がまず筑紫に来ております。博多湾に来ております。それで太宰府のところに、来て、でそこで、随の使者としての使命を果たして、その後ですね、その時のだから、我が国のその和国本庁の王様が、随所、に書いてあります、天の足利氏彦ですね、この人です。その王足利氏彦ですね。で、この方が、大業3年に、国書を随側に出しまして、その随、国書の中に非いずるところの天使将を非没するところの天使にいたすつつがなきやうんぬんという、この文句を記した国書を送ったわけでございます。するとも随の容体がもうカンカンに起こりましてね、喜ばず。それで高露家、これ廃生生ですね、に言うことには、万位の書は、ね、無礼であると、もう取り次ぐなと、もうこういうふうに怒ってるわけです。これは中国の記録にあるんです。で、この人が大業3年607年、大志子が権威を持ってうんぬんということを今言ったわけでありますね。で、その使いの、廃生生がまず筑紫にやってきまして、それからなんと豊の国に来とるんですね。で、ここに阿蘇山があって、理由もなく、石が理由もなく火が起こって天に接しているという、まあ、こういうその、火のお祭りみたいなものに、廃生生は接しとるわけですが、ここにまた私の変な解釈があります。阿蘇山、河原三の竹、阿蘇熊社周辺、今の熊本県にあるあの阿蘇神社、阿蘇山、あれは後についてるんです。河原岳の三の竹の近くにあったのが本来阿蘇山です。で、
皆さんの中にもしあのご神門に興味がある方がいらっしゃると、この河原三の竹の麓にある小宮八幡神社というのがございます。ここのご神門が丸に違いたかのかですね。阿蘇神社、阿蘇神宮、同じく丸に違いたかのかです。だから古い河原のお宮さんが、阿蘇のお宮さんが阿蘇山の、 あの熊本県の方に移っとうとうです。これが今の私の考え方でございますね。はい、はい、違い高の葉です。もうそれは筑豊を探すとあちこちあります。そして熊本県方面まで広がっております。はい、そういう国のお話なんですね。さあ、その607年後で出てきますけど、ここにですね、いきなりもう皆さん今日はダイレクトですから、これしかも簡略版ダイジェストですね、和道開珍、通常和道開珍ですね、とは天子、政権主権者が価値の単位を一律に等しくし、それを天下に自らの権威を持って流通させることを意味する。すなわち何らかの基準貨幣とそれ自身の通用価値は同等であり、これが和道って意味なんですね。で、同等の価値を持つ貨幣として流通する、これが開示の意味です、ものであると。そしてこれが有名なんですけど、天武記十二年上に御事のりですね、今より以後必ず銅銭を用いよ、銀銭を用いることなかれという文句があるわけです。 ここに銀銭使うな、以後は銅銭だけ使えて出てるんですから、この天武天皇のこの詔勅以前に、いわゆる和道開珍でも開珍でも何でもいいです、銀銭銅銭がこの前にないことにはこんな詔勅出せませんよね。ただ日本書紀はほとんどこれしかないんですよ。これが変なんです。はい、これ添田薫さんという人が20年くらい前に出したんですけどね。で、この天武12年680年の上の見直しをすると、これも657年の出来事になるという、これ私たちが導き出した、年代です。つまり日本書紀と食日本紀にまたがって、貨幣の歴史は日本書紀にあるべき記事が全部食日本紀に行ってるという可能性があるんですね。これが、私たちが和道開珍と呼び寄る根拠です。この漢字です、これの略字なんです。で、これが後期辞典に載っておりまして、ここに俗の珍の字って書いてあるから、この辺りを元にして通説の学者さんはあれを和道開珍って呼ぶわけですね。ところがこれ縦に書くとこの字です。で、こういうふうに省略しますね。はい、現代中国語のニーハオこんにちはのニーってのはこれです。これもともとはこんな難しい字です。で、これを縦に置いたらこの字です。これここに字ってありますでしょ。で、これを横に置いたらこの字です。だからこれ後期辞典が間違うとった、これ両方 GG なんです。だから私たちは和道開珍と呼びますね。さあ、それで高和道開珍の謎ということで、私の唱える和国本庁が一番最初ありましたね、絶対王政を敷き、和国にも隋と、もうさっきの隋書和国でありましたでしょ、足利彦という人が日いずるところの天使と名乗って隋に使い出してますね。その隋と同様の貨幣制度を確立しようとしたと考えるとき、日いずるとこの天使はどこに受銭寺、つまりお金を作る役所を置いたか、和国統庁の河原岳の地に置いたと考えられる。このときは和国本庁筑紫川が主王朝なんですね。和国統庁は副なんですね。はい、で、ここに小和道が出てるわけです。ここに、新和道が出てるわけですね。時代によって貨幣の文字スタイルが変わりますね。新和道えらく細いシャープなんですね、小和道えらくこうドヨンとしたぶっとい字ですね。そして、ここで大事なものがございましてね、小和道、これちょっと読みにくいですけども、くっきりはっきり門構えがこれ全部くっついてるの見えますね。とか神話道見てください、
ここの門構えのところのこの一番上の角のとこ空いてますね。でこのコインに残されたこの字体の違いが、これが実は中国側隋の時代の漢字です。でこれは実は唐の時代の隷書でございます。隋唐って隋は30年ぐらいしかなかったですね。617年か18年唐に変わりますね。あの移り変わりの問題です。唐王朝になると門構えが開くんでございます。こんなことがございます。はい、さあこれがですね、先ほど言いましたように本来日本書紀のあの天武天皇の正直以前にあるべき古和道のこれ歴史なんですね。さあここに607年出ております。あの大業3年日いずるところの天使と名乗った国書を届けた年です。それで実際には食日本儀あれ日本書紀ですね、699年というのが現行資料の年次なんですが、私たちはある小読みを使ってこれを修正したわけでございます。すると607年が出るんですよ。この607年に初めて受選寺とその長官を置くという記録になるわけですね。そして、現行資料では694年の出来事が627年、ここに受選寺を任命と、お金を作る長官を任命したって書いてあるんですね。そして、ここに645年一子の変が来ます。中野大江の王子が蘇我のイルカを撃った年です。そしてこれが皆さんよくご存知の和道元年708年記事です。何がありますかというと、初めて銀銭を発行しました。それから同じ、7月に今度は近江の国に銅銭を作らせます。そして初めて銅銭を発行します。この708年記事がその私たちが使っているある暦によってこの1日干支によって調べ直すと、これ全部646年のところです。中野大江の王子が蘇我氏を倒した翌年に初めて銀銭銅銭が作られたんです。ただ日いずるところの天使の時にも初めて受選寺と長官を置いて、それから627年受選寺を任命したなんて記事があるんですから、この時にもすでにこの辺りで最初にできてますね、銅銭がね、多分ね、銅銭銀銭がね、ここでもまた初めてなんですよ。そうしてこうずっと記事が続きますが、ここに書いてある年代、現行の資料ではこれも順番これもうバラバラなんですよ。そしてこれが先ほどのこれです。683年、天武天皇が銅銭の使用銅銭の使用を命じ銀銭の使用を禁じるといった年ですね。実は天武天皇の時でした。ところがこれも調べ直したら657年ですよ。ということはあれ実は天智天皇の勅命なんです。それが同じ日本書紀の中で天武天皇の勅命に持っていかれて、はい、そんなことは分かります。そしてここに672年の壬申の乱があるわけです。それで天武天皇の王朝に切り替わります。ところが、ここにとですね、いろんなことが書いてあるんですが、決定的なのはこれですね。はい、これも708年になってるんですがね、現行資料天武朝ですよ。はい、こっち側です。682年、先ほどの天武天皇のところですに初めて再受選しを置くという記録になるわけです。こうするとお金を作ったあの例の和道開示関係ですがね、和道開珍関係ですが、これで原因結果がきれいに並び直される。こういう大変なことを我々見つけちゃったんです。それで、和道開示が発行されたのは和道元年ではなく50年上古い大化2年646年らしいという一番最初に言った方ですね。でこれでこういうある暦を使って、この1日干支で全部配列を直すと、まあ、この前後のこうなっちゃうんです。
607年から始まりますね。そうして、645年の一子の変も入りますね。それから672年の壬申の乱も入りますね。そしてさらにこのところで、こういうふうに初めて祭受選手を置くということで、これは今まで作られた動線をいつぶして新たにまた動線を作るという意味です。じゃあ3段階、初めて日出ずる所の天子、それから、中野大江の王子が蘇我のイルカを滅ぼした翌年に初めて、そしてまた天武天皇が天下を取って初めて祭受選手を置く、初めてが3回も出てくるんです。その度ごとに貨幣が変わっていくわけです。これです。僕はだから以前、追求する以前は祭明天智2年656年ぐらいに実はこの和道開珎できたらせんじゃろうかって言ったんです。とうとう646年までなっちゃいました。でこれは日本銀行の、貨幣研究所、理化学研究所の先生たちが鉛同位体、法で、測定法で調べて、そのこの材料は全部銅線の銅は和国東朝豊国の河原三の竹天の家具山の銅だって分かってるわけです。だから河原に受線寺がないかって前から言い寄りました。で今回明らかにしました。これでかくしてありますか、分かるでしょ、完全に空いてますでしょ。唐の隷書体です。645年はもう隋じゃないです、唐です。だから天智天皇は唐の書体を輸入して自分が新しく作っている646年以降の貨幣にちゃんと唐と同じ字体を使おうとるわけです。こんなコイン一つで分かるんです、こういうことが。はい、それで、天智家の和国本庁と和国東庁ということで、こっちの、和国本庁は非常に唐と仲が悪ございました。国交断絶しております。その前の隋とも610年に国交断絶しております。そしてそれに対して天智天皇はですね、早くに、新羅唐ともう連合を始めてます。密約結んでます。で和国本庁は新羅と仲が悪くて百済を支援しています。百済高句麗を支援しています。だそのまんま北に伸ばしてください。豊国は新羅と、筑紫王朝は百済高句麗とつながってますね。ところが和国東朝天智天皇は新羅と通じて、その新羅のバックにピョーンと唐帝国がいます。こういう関係でございますね。さあそしてこれ両朝ともね力強いんですよ。はい、これあの例の白村高専前水木作っております。で太宰府を囲んで全長51キロの羅城というのが作られております。それに対して天智天皇はたぶれ心の溝という、今でも河原町の、宮原盆地を、4キロ以上流れております地下水路、石組みの地下水路今も流れています。すごいですね。それから天智天皇炉獄も建ててます。これ糸田町の田切という場所です。丸い池と四角い池と排水溝とつながっておりますね。この丸い池は実は天文台で、これは新羅の近所にあります。こういうものが建ってたんじゃなかろうかと。でここにこの下に書いてあるように四段から五段の、箱を組み合わせた炉獄というのが置かれていました。でその大宮さんに金村権現宮に石板がありましてね、で明治の初め頃に糸田村が提出して結局戻ってこなかったという本当に大事な石板なんですが、拓音が残ってます。天智天皇7年秋8月右大臣彼の村事項が建てたってあるんで、これ日本書紀と合わせると間違いなく牢獄の跡です。牢獄の跡です。水時計の跡です。これも文献学的に分かっております。だけど明治政府以来ものすごく巨大な国家権力が筑豊の本当の歴史を消そうとかかっているわけです。さあこの段階でもう見えてますか、天智天皇豊国北九州から田川郡にかけていらっしゃったんですよ。宮古郡にかけていらっしゃったんですよ。奈良県とか滋賀県どこにもいなかったですよ。天智天皇こちらですまずこれ押さえてくださいね。はい、さあそして
皆さんご存知の通り白村江戦で天智天皇、その滋賀県にいた天智天皇は白村江戦で唐に負けたことになった。私の説全然違います。いや田川にいた河原にいた天智天皇さんは負けてませんよと、いやむしろ勝ってますよと、負けたのは和国本庁太宰府側ですよと。だからこれ占領されました。だからここ筑紫都督府が置かれたんですね。唐の将軍たち兵士たち来とるんですよここに。でこっちは占領です。ところが天智側はどうだったかというと、実は宇治、これがさっきの河原の阿蘇熊社の下あたりなんですね。これはそこで唐の兵士たちを越兵してるわけです。これ日本史に書いてあるんです。越兵してます。だから唐の機微政策といいまして、外国は外国の王に任せるんですね、管理させるんですよ。一旦やっつけますけどね。でも天智天皇はもともと密約結んでるから負けてもいないし、潰さなかった、潰されたのはこっちだけです。はい、で我が国統庁に主権を授くとあるんですよ。はい、でこれが日本国首都圏地図です。でこの恩河湾のことを私はイサナトリ大海の海と言っておりますね。これ万葉集に出てきますよく。で日本は元小国、和国の地ここと山口県から茨城県まで全部を合わせましたよって中国側の句読書に書いてあるんです。だから天智天皇白村江戦の後に茨城県まで一気に領有するんです。いや都は田川ですよ。だからここの北九州市も首都圏ですよ。首都圏ですからね、間違えないでくださいよ。近畿じゃないですよ。ここが首都圏ですよ。はい、そして、いよいよ日本と国語を変えましたね。これ670年です。そしたらもうなんと671年に天智天皇の病気にかかりますね。でこれ東宮、これが大天皇皇子後の天武天皇です。で、天智天皇にまみえて吉野に行って、そこで修行仏道しようと願い出るということで天皇が許可して、それで東宮は、大天皇皇子は吉野に入りなさったって書いてあるんですね。でそこにやっぱり入所書いてあるんですよ。ここに宇治って、宇治で家来たちがついていくんですが、宇治に至って、で家来たちは、天智天皇のもとに帰ってきたっていうんですね。でこの吉野の宮っていうのが、もうこれも山国町の若宮八幡っていうことは分かっております。大分県です。中津市です。山国町です。はい、でそうして壬申の乱勃発しました。で天智天皇はなんと病、このと日本書紀に書いてあるように病死してませんでした。天智天皇と大天皇皇子直接のバトルでございます。じゃあ壬申の乱どこで起こったのか、近江のあるところ、伊佐名取近江のあるところ、恩河湾のところです。恩河湾のところに天智天皇のお宮があって、そして、天武天皇は、大天皇皇子は吉野の宮から出て、なんとこの北九州の平尾台まで出てきたわけです。その平尾台から近江、大津の宮、あれ宇治の宮を攻撃しにかかったわけです。いきなり都の横の平尾台に集まってきたんです。それで直接のバトルです。最初は天智天皇側が圧倒的に強かった。ところが赤村の私が橋明かって言い寄る、あの非常に大きな前方後円墳のところで、実は大天皇皇子の軍が初めて勝って、それ以後近江朝は回復しなかったということで、天智天皇はどん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 追い込まれて、そしてあの子恩河湾を北に向かって同盟国の新羅に逃げようとしたみたいです。しかし大天皇の軍、後の天武天皇の軍が全部遮ったんで、仕方なく船を降りて、それで宗像辺りまでこう逃げてですね、でそれでももうどこにも行き場がないということで、ここに靴塚っちゅうのが折旗神社にあるでございますがね、ここに靴を置いてそのままこの玄界灘に受水なさったというのが、私が捉えた天智天皇の最後でございます。さあそこでやっと万葉集です。天智天皇の述水を証言するかのような歌が人丸さん以外にもあるんですね。
ここに書いてあります、近江の天皇ですね、これ天智天皇です、ご病気だって書いてありますね。で、太古大記載ですね、大和の大記載ですが、この立松論歌一首に148番、青旗の小旗の上を通うとは目には見れどもただに合わぬかも、山品の青旗のような小旗の上を御霊は通っておられると目には見えるけれど、もはや直接には天皇にお会いできないことである。ただに会うとは愛触れる肉体のある人間として直接に愛見ることである。万葉集の大家澤瀉先生がおっしゃっております。ご病気だったら目の前のベッドにいらっしゃるでしょ、触れるはずなんですよ。ところがここ触れないって書いてある、お会いできないって書いてある。そして大きさへの歌これです。いさな鳥近江の海を今河湾です。起き裂けてこぎくる船、起き使い痛くな羽そ、へつかい痛くな羽そ、若草の妻の思う鳥立つ。いさな鳥近江の海の遠く沖辺を漕いでくる船よ、沖の貝もひどく水を跳ねないでおくれ、岸辺の貝もひどく水を跳ねないでおくれ、若草の受水した我が夫のように思われる鳥が驚いて飛び立つかもしれないから。天智天皇のお妃がお体見てない、触れてない、でなんか知らんけど海まで出てきて、近江の海まで出てきて、そこに水鳥が浮かんでて、ひょっとして夫の魂がこもってるかもしれないか、それが驚いて飛び立たないように船の海洋を激しく水を立てないでおくれ。いやこのことは本当万葉集残ってるんですって、148から153あたりに。さあいよいよ柿の元の一丸入りましょう。そうしますとね、この近江の荒れたる都をすぐると柿の元遊び一晩の作る歌っての残されてるんですよ。で、玉たすきうねびの山の橿原の聖の宮湯、荒れましし神のことごと、津賀の木のいや次々に、雨の下しらしべしける空蜜大和を置き、青によし奈良山越えて、伊豆方を申しけめか、天さかるひなにはあれど、いやばしる近江の国の、ここです、いやばしる近江の国の、笹波の大津の宮に、雨の下しらしめしけん、すめろきの神の御事の、大宮はここと聞けども、大殿はここといえども、霞たち、春日か切れる、夏草か茂くなりぬる、桃式の大宮どころ見ればさぶしも、あれ悲しもですね。半歌、笹波の滋賀の唐崎先くあれど、大宮人の船待ちかねつ、笹波の平の大和田よどむとも、昔の人に会わんと思えやという歌が残されております。解釈です。玉田すきうねびの山の橿原の聖、神武天皇の宮以来出現されたすめ神のことごとくが、津賀の木のいよいよ聖の位を次々して、雨の下を納めになったところの空蜜山と、あるいは天蜜山と、古恩河湾沿岸を差し置き、青によし奈良山を越えて伊豆方を思いになったのだろうか、天さかる東方ではあるけれど、いやばしる近江の国の笹波の大津の宮に雨の下を納めになったという、歌はと表向きは景行天皇のすめ神の御事の大宮はここと聞くけれども、大殿はここと言うけれども、霞たち春日が霞んでいるからか、夏草が茂くなっているからか、実は涙でぼんやりと霞む桃式の大宮どころを見ると荒廃していることだ。半歌納め歌、笹波の滋賀の唐崎は昔に変わらずにあるけれど、ここを出たままの大宮人の船を再びここに待ち受けることはできない。これ天智天皇ですね。後になりますが、笹波の平の大和田は水が淀んで大宮人を待っていても、昔の人に会おうと思うことであろうか、いやそんなことはない。表向きはこうです。神宮皇后軍が押熊の御子、大和たけるの御子との孫軍を滅ぼし、王を受水自殺に追い込んだ4世紀の歌ですね。
4世紀のことを柿の本の人丸さんは読んだんですが、はい、まず玉助ゆねびの山、これです。ネックレスをかけたような山、昭和10年の河原一の竹です。でこれが天の家具山です。仁徳天皇の水淵の故事にあるような、はい、その家具山のうねおのこのもとと、これが古事記、日本書紀、仙台久慈本義のところにあります。だからこれ山頂が三連山ですから、うねになってますね。家具山のうねの尾っぽの山、うねび山です。これ神話の時代です。そしてこの昭和10年の写真に見事にここにくぼみがありまして、本当にネックレスかけたようなお山だったんです。奈良県のうねび山には全然この首飾りなどないです。これ写真残ってなかったら私も無理でしたよ。はい。それから最後の長家桃敷の大宮どころ、たくさんの石の城、御所和谷皇后石です。行く足です。柿の本の人丸さん、ここまで来ました。実際にこれ見てます。私はそのことを確認するために夏休みに何回も来て、20年近くずっと毎回来るためにここ行って、もう私もう100回近く行ってます。ここ多分人丸さん同じ場所でこう立って読んだんだろうなと。で蚊に支えながらですよ、夏に行ったんです。わざわざほら夏休みだから、夏草茂ってるでしょ。夏草か茂くなりるぬ、もう涙にかすむ桃敷の大宮所、見れば悲しむと。見ればって歌ってるんですが、確実に人丸さん見てるんです。奈良県にこんな石造りの皇后石なんかないんです。滋賀県にもないんです、はい、だから私こっちだって言います。さあそこで、この柿の本の人丸かを追っかけました時に、またさらにですね、これは押し熊の巫女が受水自殺した時の日本書紀に出てくる歌ですね。相手の 竹主の宿根がですね、近江の御瀬田の渡りに数く鳥、田中見過ぎて宇治に捕らえつと、この宇治がなんと河原だったんですね。はい。その、大和武尊皇子の孫押し熊の皇子の遺骸を捕まえたぞって返さあげたんですね。これで結局大和武尊皇子の孫ですから、あの例の三種の神器草薙の剣を手に入れたんですね。この人の死体についてたわけです。それを手に入れて王権手にしたんですね。だから喜んでんですね。で宇治川に上がった、木部川に上がったんですね。そしたら人もらうこんな歌を読んでるんです。もののふの八十宇治川のあじろぎに、いさよう波の行方知らずも。あじろぎって魚さんを捕らえる、まあ、仕掛けですわね。そこになんと押熊の巫女の死体が引っかかってしまったわけですね。そのいさよう波の行方がわからないように、人の運命というものもわからないものだって、まあ、徹底的にまず押熊の巫女、4世紀のお話の巫女さんを悼んでおりますね。そしてさらには、近江の実夕波千鳥長なけば心もしのに古へ思ほいと、表面上はあくまでも近江の実、これはもう恩河湾ですよ。もう絶対恩河湾です。いさな鳥でしたでしょ。滋賀県の琵琶湖でクジラが取れるわけがないんでございます。何万年前に行ったって。夕波千鳥、お前が泣くと心もしみじみと昔のことが思われる。表向きは神宮皇后軍に滅ぼされた押し熊の巫女の悲劇を読んだ歌だったんでございますね。それでこれを、何年もやりよってですね、つい最近に柿の本の人丸をまた再点検することになって読み直した時に、もう一回いきましょうね。押し熊の巫女も受水自殺でしょ。天智天皇は受水自殺だったんです。はーってやっと気がついたんです。ああそうか、人心の乱が終わって天下は敵の天武天皇の御代、一
人麻呂は御主君の天智天皇の晩歌、棺を引く歌、痛む歌、大っぴらに作れないんでございます。だから4世紀に受水自殺、ほとんど同じ場所、近い恩賀湾と玄界灘の違い。だから人麻呂さんはこの昔の受水自殺した押熊の巫女の悲劇を歌うことによって自分自身は二重にそこに御主君の受水自殺の死を悼んで、つまり今までの通説で言われてきたのと違いまして、もうここからですよ、ここから違うんですよ。掛の元の人丸は天皇の晩歌は読んでないだったんです。今までの上代文学の通説では読んでたんです。二重構造です。だから受水自殺なんです。いや、その主君を失った悲しみをこらえて、それを過去の押熊の巫女の歌に読み上げることによって、つい最近今君臨している天武天皇に追い詰められて受水自殺遊ばした自分の主君の晩歌を託して読んでるんですね。これ裏で二重構造、表は押熊の巫女、裏は天智天皇の受水自殺。そうするとちょっと戻りまして、もう分かるでしょ、ここを出たままの大宮人、実は天智天皇です。大宮人を待っていても昔の人、実は天智天皇です、に会うことができ、おかいやできはしないと、そういう歌だってことに去年一昨年にやっと気づいたんですよ。30年近くやってて、あ、これ天智天皇だったんだと。もうこれでまた私常識破ったんですよ。天智天皇の晩歌読んでたんですよ。そしたら次、これもカモフラージュです。今日の大事な歌です。ここにね、さぬきのさみねの島に石柱のしびとを見、柿の元の遊び人まろの作る歌一首合わせて短歌っちゅうのがあるんですね。もう書き出し文でいきましょう。ここの原文の赤字だけ注意しましょう。また出ますよ、いさなとり海、恩賀湾ですよ、あれ玄界灘ですよ。これコロフス君って言います。はい、玉もよし、さぬきの国は国からか見れどもあかん、神からかここだ尊き、安倍土ひつきとともに足りゆかん、神の、表と次来たる中の皆という船受けて、それで、我が小木くれば時津風、時津風雲井に吹くに、沖見れば問い波立ち、へ見れば、白波騒く、いさな鳥海をかしこみ、行く船の舵引き降りて、おちこちの島は多けど、名古屋市三峰の島のありそう表に、居降りてみれば、波の音の刺激、浜辺を敷体の枕になして、あらとこにコロフス君が、太字ですよ、家知らば行きても告げん、妻知らば駅も問わましよ、玉鉾の道だに知らず、大欲しく町かこうらん、はしきつまらは。はい、解釈です。もが美しいさぬきの国は風光明媚な土地柄、見れども見れども秋が来ない、神々しい風格が備わっていて、天地も、実月も尊く満ち足りている、神のように美しい顔を備えている、その中の港から船を浮かべてつい漕いでやってきた、すると時ならぬ風が雲の浮かぶあたりから吹いてきた、沖の方を見ると波がうねり立ち、岸辺には白波が騒ぎ立っている、そのいさな鳥恐ろしい海を舵が折れんばかりに船を漕ぎ進める、あちこちに多くの島が浮かんでいるが、霊妙な名を持つサミネの島の荒い磯にこぎつけてみた、すると波音が激しい浜辺に真っ白な石を枕にして、その荒れ床に横たわっている君がいるではないか、この人の家が分かっていれば行って告げ知らせもしように、妻が知ればやってきて声をかけようものをが、
ここに来る道も知らない妻はぼんやりと待ちに待っているだろうな愛しい妻は、ってこんな歌なんですね。なんか知らんけどどっかの島のとこなんですが、ここの手がかりですね、イサナトリ海、本川湾か玄界灘で横たわっている人で、そこに漕いでますもんね。この中の港というのが今の中間市の港だと思います。長津というところがあります、中間市。あそこからです。あそこからひたすら船漕いで玄界灘の沖のどっか小島に、そのどうも天智天皇の死骸が上がったみたいなんですよ。もう一回言いますよ、もう天武天皇の天下ですよ。だから場所を歌えないんです。だからさぬきのさみねの島だったんです。この歌がどうしても分からなかったんです。今四国の香川県でもだからこの歌はよく取り上げられるんですけどね、歌の内容が今一つ分からなかったんですよ。いや私も柿の本の人丸さんって柿下温泉があるようにあそこだと思い込んでました。なんでさぬきまで行くんだと、いやなんで手漕ぎ船で行くんだと、これ分からなかったんですよ。あ、違うわと、これは恩賀湾の長津から出て行ったんだと、中間市長津から出て行ったんだと、もうそう考えた。でこの歌で大事なことは、だから意外を人丸さん自分で船にお移ししてまた戻ってくるんですよ、中間市の長津あたりまで。そんなことしよったらですね、これもね30年近く悩んできた歌がここにあるんですよ。長野巫女の歌なんですがね、そのある本の半歌の一首というのがあって、これがですねもう昔から分かんない歌だったんですよ。大君は神にしませば牧の立つ荒山中に海なりするかもって歌なんです。で通常はこれ海をなすかもって参考書は読んであります。これがどうしても意味が分からなくて、いやこれ海鳴りだろうと、で海鳴りするかもって読んだんです。読んだんだけどそれでも分からんとです。大君は神にしませば牧の立つ荒山中に海鳴りするかも。そして、役はできてきたんですよ。だんだん大君、天智天皇だったんです、は神でいらっしゃるから、もう神におなりになったから、人天皇亡くなると神になるに、おなりになったから牧の立っている荒れた山の中にお眠りになっても、なんせ追い詰められて受水自殺を済ましたんでしょ。だから山の中で海なりがすることだなって、あ、やっとつながったって思ったんです。でその解釈に至った原因がなんと加保軍師だったんです。千頭村中に千頭寺あり、ここによりて村の名とす本尊千手観音なり、この寺や山間にありて寒弱なる境地なり、そのそばに石塔あり、里人は天智天皇の領なりという、加保軍師ですよ天智天皇の御子に鎌の氷を賜りしことあり、その人天皇の法事たもうのちにこれを建てたもうという、しかれども凡事などなお定かに見ゆ、さのみ久しき者にはあらず、いかなる人の墓前にやいぶかしと。これは伊藤連太さんが書いたのかな、はい、それを加保軍師とってありますね。で明治版の加保軍師がありまして、これ大正版です。で明治版の加保軍師には、維新以前はこの塔の横にあたる道路には牛馬の通行禁止、およそ 2,3 丁前より左にあたり替え道を作り、 牛馬はこれを通行せりという、まあ、こんなことが残ってたんですね。はい、これです。この加保軍師通り千住寺という寺の隣、これがあるんでございます。天智天皇陵、こんなとこです。はい、牧の立つ立っとるんです。牧の立つ荒山中に海なりするかも、見つけらしたんですよ。これを
そしたらですね、これもあのつい最近住職とお会いしてですね、去年ですね、で そこの土地台帳をね出されてきたんですよ。そしたらですね、ここ見えます、これが千住寺です。はいね、この藤井さんっていう方、龍鳳さん、この方が現住職のおじいさんです。だいたい藤井さんのお家、あの土地です。ところがですね、この天智天皇陵があるここですね、これがなぜか知らんけど95平米だけが財務省雑種地、国有地なんです、だったんです。航空写真からいくとこうです。これだけがなぜか知らんけど財務省の土地なんです。びっくりしましたね。はい、で近頃これまた住職からお電話があったんですがね、本堂の裏からあの古いものが出てきたら、あの明治時代の、なんかこうかあの書き残しというか棟札というかそういうものがあって、明治時代の頃は明治政府にあの南北朝の時の朝慶天皇ということで出したみたいですね。だからやっぱり国の昔の大蔵省がこれをだから朝慶天皇のお墓として認めたみたいなんですよ。だから国有地なんですよ。だから明治の時には千住寺の住職さんもどうやらあの天智天皇の陵だっていうことはもうちょっと脇に置かれていたかもしれないですね。と私は柿の本の人丸さんやりよってこれに行き着くんですよ。あ、天智天皇陵やと。で今言ったその牛馬を、これが元の道ですね。このすぐ 下を通ったんですよ。だけどそこが天智天皇であって天智天皇陵であるから恐れ多いと、人は通ったにしても牛馬は通しちゃいかんということで、ここに帰り道作って、今も残ってるんですよ、これ帰り道が。こっちへこうつながってるんですけどね、昔はね、はい、これが帰り道です。牛馬はさすがに、牛馬は天智天皇のお墓の近くは通らせなかった。江戸時代までこういうふうに信仰されてたんです。でさっきの万葉集の歌、大君は神にしませば薪の立つ荒山中に海なりするかも、これが花保群子のこの伝承と結びついた瞬間に、あの猿木のサミネの島の歌も含めて、それからまた天智天皇の大木祭の歌から言っても、天智天皇は受水自殺遊ばした、そして天智天皇の息子さんの式の巫女がどうもこの鎌の氷を賜って、それでまあ天武天皇に許可を得て、まあとにかくもう死んでしもたんですからってことで、なんとかここまで遺骸を人丸と式の巫女と、それから千住氏ですかね、このあのかつての天智天皇の家来たちがここまでお連れして、でここにお埋め申し上げたんだろうということで、これはにわかに現実ですね。実際に今京都の山科寮って何にも入ってないでしょ、空っぽでしょ。だって靴だって本当はないんですもんね、あそこにはね。いや、これが本物です。私にはどうしても本物です。さあ、そこでこちらの解説書にもありましたように、和道元年に柿の本の阿蘇美猿さんという人が亡くなりますと関連するかもしれないって中西先生も言ってらっしゃいましたね。ここです、和道元年708年、覚えてらっしゃる。ここで初めて銀線銅線作ったって記録ありましたよね。とか実際ある暦を使うとそれは646年でしたよってやりましたよね。同じようにそう、猿さんっていうのはここに出てくるんです。同じ和道元年です。ここの4月、水の絵馬ですね。で14位下柿の本の阿蘇美猿出巣とあるんですよ。で先最初に挙げた和道開寺の708年5月、ここの時に初めて銀線を行うというのがあって、猿さんがここで亡くなって、4月に亡くなって5月に初めて銀線が行われた。これが蜀日本紀の和道元年記事なんですよ。これをですね、さっき言いましたある暦、こういう本があるんでございます。この日本書紀に乗っかってるあの天武11年ですね、はい、これ天武11年記事出してあります。
この暦はですね、要するに日本書紀に出ている年号を、ここにこう出てきますね、いろいろとね、はい、これを実際にグレゴリオ暦、今私たちが使っている太陽暦にコンピューターで計算し直したというのがあるんです。で、その先ほどのですね、この4月ですね、でこれのですねところに、ここに和道元年4月があって、ここに水野と井1日って書いてありますでしょ。その水野と井の1日から数え直したら、この水野へ馬の日は20日なんですね。だから4月20日に柿本の阿蘇美猿さんは亡くなってるんですが、この暦を使うと、この、4月、水野と井という、1日干支というのがここに実はあるんです。天武11年水野へ馬というところあるんですね。これがグレゴリ暦で682年5月15日これがどうも柿の元の阿蘇美猿さんが本当に死んだ年ということになるんですね。銅銭銀銭は646年まで遡りましたよ。猿さんの死亡の年月日はここに遡っちゃったんです。682年。そうするとこの682年ってここに書いてあります、先ほどご覧いただいた初めて再受選しを置くというこの年なんですよ。682年、これ本当に天武天皇です。初めて再受選しを置く、今まで作られた銅線を溶かしてまた新たに銅線にする、砕いて居直す、初めてでしょ。これ天武天皇と、この記事、ここで猿さんが亡くなってるんです。すごい話になってきたでしょ。もう自分で調べて驚くんですよ。再受選しの置かれた年に、人丸さんと同じ柿の元の阿蘇美という姓を持つ猿さんが亡くなってるんですよ。こっからですね。さあ、それでですね、お仲間と一緒に私やりよって、いや、和道開示、和道開示は全部この辺りのところで作られてますよと、お河原ですね、散々ですね、はい、ここに都もいっぱいあったんですね。平城京、ほら京、藤原京、浪速京、信楽京、大津の宮、これ天智天皇の宮です。飛鳥清宮原、天武領で天武の都ですね、はい、そして、河原をはじめとして受選し、受選領、受選領、受選領、受選す、こういうふうにやっぱり河原の道を中心に田川地区から北九州にかけて、これ銅結構取れたんですよ。だここで作られたんです、あの和道開示は、和道開示はですね。さ、それでじゃあ中西先生も言われるように、柿の元の阿蘇美猿とですね、で、柿の元の人丸さんって本当にどういう関係にあるんだろうって考えよったらですね、柿の元の阿蘇美人丸さんが石見の国の妻と別れて帰ってくる時の歌があるんですよね。で、石見の海角の恨みを占しとって始まって、この人丸さんが帰り着く先がこれまたこれなんですよ。イサナ鳥海辺を指して仁木立つの有蘇の上にって書いてあるんです。今までの講座出られた方はもう仁木立つもどっか分かりますよね。神宮記でやりましたようにね、イサナ鳥海でしょ、また高温河湾ですよ。人丸さん河原に帰ってくるんです。いや、もう強引にそこまで行っちゃいます。柿本さん、石見の国から当時の大和王朝、河原にあるんですよ、まだ河原近辺に、はい、ここに帰ってくるんですね、はい、でここだけちょっと訳してありますね。石見の矢、高津の山のこの間より、我が古袖を今三つ乱か、石見にある高い角の山のこの間から、私の古袖を愛しい妻は見ただろうか、笹の葉は三山もさやに、さやげども、我は芋ぼもう、別れきぬれば、笹の葉はこの山地にさらすらとそよいでいるが、揺れることなく私は愛しい妻を思っている、今その妻に別れてきてしまった。
ったので、さあここでまた一ついきます。西道氏柿の元の阿蘇見猿で、ここに小倉百人一首の歌がありまして、猿丸大夫の作で、これご存知ですかね。奥山にもみじ踏み分けなく鹿の声聞く時ぞ秋は悲しき、で古今和歌集読み人知らず、それから菅原道真の線と伝わる新鮮万葉集にも奥山にもみじ、注意してほしいのはここですね、黄色い葉、もみじ踏み分けなく鹿の声聞く時ぞ秋は悲しきの表記で取られていて作者名なし。ところが猿丸集に入っていることから、後の本になればなるほどこれが猿丸大夫の歌というふうになっていくわけなんですね、まあ、ここまで調べ抜いてあります。ところがですね、ここで柿の元の阿蘇見人麻呂の妻が亡くなった後で、妻は人麻呂さん正直言って一夫多妻制ですので、この頃数人いらっしゃいます。嫌味にも妻がいました。もう一つがここにある天飛ぶや狩の道と言われているように狩の妻という方がいて、この方が本妻です。でここに天飛ぶや狩の道は和木もこが里にしあれば根もごろに見まく星けどとあって、この奥さんが亡くなった時にもう血の涙を流して同刻した時に作った歌2首があるんですね。はい、これも長くなりますから今日は、歌中心にはいきませんけども、ここですね、この狩の位置、狩の道はどこにあったかというと、和木もこが山津いでみし狩の位置に我が立ち聞けば、ここにこれが出てくるんです。玉たすきうねびの山に鳴く鹿の声も聞こえずって出てくるんですよ。また河原一の竹なんですよ。私はあの大和三山が絶対動かないんですから、かぐ山が三の竹、うねび山が一の竹、狩の本妻さんは人麻呂の本妻さん河原の人なんですよ。これ役です。で役ですけども、このとにかく本妻さん亡くなったんです。そうしますと、沖の者のようになびいてきた愛しい妻がもみじのように散ってしまったで、まあ、使いが来たんですね。そして狩の位置に私は耳を澄まして彼女の声を聞こうとした、まあ、一緒に出てたんですね生きてる時ね、が玉たすきうねびの山で鳴く鳥のようなかすかな声すら妻の声はもう聞こえないと、道行く人を見ても一人として彼女にいた人はいない、どうしようもない気持ちになって彼女の名を呼んで着物の袖を振り続けるという悲しい歌ですね。河原の奥さん亡くされとるんですよ人麻呂さん。いいですか、もみじ葉、もみじ黄色い葉頭に残されました。これが今日最大のキーワードですからね。さあそれでこの半歌です、この今の長歌の半歌です。秋山のもみじ、やっぱり万葉集全部黄色い葉、赤い葉ないんですよ。もみじは万葉集は全部黄色い葉なんですよ。秋山のもみじを茂み惑いぬる芋を求めん山路知らずも、秋山のもみじがあまりに茂っているので妻は黄泉の国の中に迷い込んでしまった、これ私の新解釈です。万葉集のもみじの木は黄泉の国の木をイメージする言葉だったんです。だから皆さんがご存知の平安時代以後古今和歌集に見られる赤い葉もみじじゃないんです。万葉集は必ず黄色い葉なんです。これ日本で初めて言ったんですよ、長年やってきて。あ、万葉集この意味があったんだと、人麻呂さんのおかげです。でもう一つの半歌です。もみじの散りゆく苗に玉ずさの使いを見れば愛しひおもほゆ、もみじの散ってゆくとともにさらにあずさの小枝を持って使いの者の来るのを見ると、これ本妻の死を告げてくれたんですね、妻と会っていた日々が思い起こされる。さあもう一回見ましょう。これが猿丸大夫です。
奥山にもみじ踏み分けなくしかの黄色い葉です。奥山にもみじ踏み分けは呼吸まかし赤い葉です。新鮮万葉集黄色い葉ですね。なくしかの声聞くときだけは悲しき。さあ役です。遠く人里離れた奥山で一面散り積もったもみじの枯れ葉を踏み分けながら妻の墓を訪れたが恋の相手を求めてなくおじかの声を聞くときこそ亡き妻と会うことは二度とできず秋の悲しさはひとしお身にしみて感じられるものだ。佐野丸太夫ですね。足引きの山鳥の尾のしだり尾の長々しいよう一人かもねん。百人衆です。人まろです。山鳥の尾の長く長く垂れ下がった尾っぽのように長い夜を妻にも会えないで一人寂しく寝ることだろうか。また戻りましょう。人まろさん、はい、ここでもみじ使ってますよ。はい、猿丸太夫さん使ってますよ。これみんな河原のカルの妻が亡くなった後の歌ですよね。もう何言いたいか分かってきましたでしょ。はい、その奥山にもみ踏み明けの猿丸太夫の歌ですね。私これでもう猿丸太夫と柿の元の阿蘇美猿と人まろさん同一人物だと思ってるわけです。じゃあ河原にひょっとして奥山ないのかと探し行ったんです。たら斎藤所にあったんです。奥岳、ここです。もうこのちょっと下のところが斎藤所駅です。これ上斎藤所と言われる場所ですね。ここですね。でここに奥岳あるよと、地名があるよと言われたんです。でそこに原田守さんって方がいらっしゃって、小さい頃その首塚と呼ばれる墓で遊び寄ったという人がいた、いらっしゃった。訪ねて行ったんです。ありました。これ戦国時代のお墓じゃないです。もっと古いです。最低限鎌倉以前です。あら、人丸さんの妻の墓とあったと。まさしく奥山にもみじ踏み分けなくしかの声聞くときざきは悲しきです。しか泣いてます本当に。はい。で昔はうっそうとしてて、もう本当に怖くてしょうがなかったけども、この原田さんは小さい頃遊び場がなかったんでこの裏山で遊んでて、まあ、この場所ご存知で案内していただいたんです。あったんですね。さあそうしますと柿の元の人まろ、柿の元の遊び猿、そして、柿の猿丸太夫、実は全員同一人物だったということが分かりましてね。そうしますとこの蜀日本紀の元明天皇の和道元年で和道開示、実は斎藤氏とこの、猿丸太夫の、ご子孫の方が今も河原町にいらっしゃるんです。斎藤氏でこのお家の方が平気で猿丸太夫は斎藤氏だったっておっしゃるんですよ。斎藤氏の松井家の人が自分のご先祖の猿丸太夫、実は人丸なんですけど斎藤氏だったって、明治の初めまで文書が残ってたんだそうです。それだけはみんな記憶されたということです。そしてこの松井家は江戸時代に猿丸太夫の千年祭をやったお宅なんです。間違いなく人丸さんのご子孫だと思います。で天武天皇の時代になって、天智天皇の時代の646年からの神話堂を作ったのがどうも斎藤氏、柿の元の遊び猿、柿の元の遊び人丸、そして後に別れ出た猿丸太夫、みんな一緒だったんですね。それで天武天皇の時にいよいよ斎藤所の任を解かれて、受選しお金を作る役所の任を解かれて、人丸さんは石見の国に左遷になるみたいなんですよ。
そうするとさっきここに書いてありますようにね、この、島根県の益田市の高津町にありますこの高津柿本神社というところがあるんですよ。で、もともとは鹿児島にあったそうですがね、晩年に国司として石見の国に赴任した柿本の人麻呂、ここではっきりさせましょう。石見の国なんで出かけたんでしょう。石見の国にお妻いましたね。そう、銀線作るための銀取り石見銀山に行ったんでしょうね。この頃から石見銀山あったんですよ多分。だそこにだから現地にまた奥さんがいらしたんですね。よさみのいらつめって言いましたかね、はい。その人丸が石見の国に赴任するわけです。で、和同年間に鴨山の岩根氏負ける我岡も白荷と芋が待ちつつあらん、これも万葉集にあるんですよ、の時世の歌を読んでという。和同年間じゃなかった、これはもうしょうがないですね、俗説ですからね。職人用義にそう書いてあるわけですから、猿さんは。ところがこれ人丸さんとして和同年間ってこのお宮さん言ってるんですよ。これは私が言ったように実は天武11年682年に戻っちゃうわけです。に鴨島で亡くなるんですよ、鴨島で。この位置関係がすごいんですよ。皆さんの側にやりますと、鴨島がこっち、河原から出てきてこうやって日本海側をこう来ますと、で鴨島ここにあったとしちゃうと石見銀山こっちなんです。だから通説で人丸さんが本当に奈良県の人だったら なんで石見のあの奥さんのとこ行かないんですか。鴨島これ先ですよ、越えて。なんで鴨島で亡くなるんですか。おかしいでしょ。そういうことをあの万葉学者さんたちはこういう不都合なことは絶対言わないんです。私のように河原から行けば着く前に亡くなってるんですね。だから鴨山の岩根を枕にして、いる私を、がもう今や知りつつあることを知らないで芋が待っているのだろうかと、こう歌なんですよ。だからまだ石見にたどり着いてないんですよ、奥さんのところに。本妻さん亡くした後にね。だからこれもすごいですよ。人気元年724年ってどっから出とんですかねって言いたくなる。このお宮さんとは連絡取ってますんで、これから私の説広げて今年本中にこれ本出しますので、その本持って伺って、いやちょっと訂正してもらえんでしょうかと交渉しに行く予定です。さあ、これは西道書の猿丸太夫という、これですね、1996年になぜか知らんけど河原にですね猿丸太夫の墓があるんですよ。で、今まで述べてきましたように小倉百人衆の5番目でしょ。で、平安時代の歌人として読売新聞の記者なんかはもう明らかに京都に柿の本の人丸がいると思ってるんですよ。ところが面白いのはここですね、江戸時代の雪曜集では聖徳太子の孫で湯気の王のこととされていると、なぜ京都から遠い西道処理と疑問の湧くところだがってことが書いてあるわけですね。実はこの聖徳太子、これももう歴史的にはこれ架空です。本物は最初にあの和道開寺、一番古い和道開寺をこさえた日出ずるところの天使でございます。この説が当たってれば日出ずるところの天使の孫だっちゅうわけです。猿丸太夫さんが、それはイコール人丸さんなんです。人丸さんがなぜか知らんけど筑紫のあの偉大なる日出ずるところの天使の孫ということは、天武天皇も筑紫の君幸山でひょっとして、日出ずるところの天使の孫だから、人丸さんと猿丸太夫さんと天武天皇同世代、日出ずるところの孫なんですよ。片や筑紫側、人丸さんは早くに、だからこの和道開寺作りのためにもう早くもそのなんていうんですかね、もう子供の時ぐらいですかね、石井男天使の子供ぐらいのと子供、つまり猿丸のお父さん、人丸のお父さんがもう河原に来とった、河原に来てもお金作りしよったっていう可能性もあるんですね。いや、これがやっと見えてきたんですよ。あ、柿の本石井男天使の孫だったら筑紫から一時期河原に来て
もう瓦に住み着いたままになって、ずっとあの貨幣作り寄った家柄だってことをこれでやっと分かってきたんですよね。はい、そこで、そこにあるわけです。そしてこの松井家、さっき言いました子孫ですね、旧家松井家、その墓地のところに実は佐野丸大夫の墓があるんでございますが、そこの伝わっていた十一面観音の木像が来郷寺の本堂に安置してあるんですね。その台座裏面に先ほどの節吉と同じこと書いてあるんです。聖徳太子の末、猿丸太夫の末、松井諏訪の神の末、猿丸太夫より松井正元まで52代、正元の長子松井半兵衛、元禄元年土の絵立つ1688年正月21日ってここまで書き込んであるんです。江戸時代の摂養集と河原の祭道所の一松井家の十一面観音像の台座裏と最初が一致するんですよ。聖徳太子の孫、聖徳太子の末、猿丸太夫の末、京都じゃなかったんですよ、河原なんですよ。でこれは松井家が猿丸大の子孫であると述べているものだが、猿丸大の伝説は畿内、長野、山形、その他にもあり、佐賀にも熊本にもあります。同じ名の人物は各地にいたという解釈も行われているのが、私は本家は祭道所だと思っています。で松井家傍家の祭道所、水上優子さん、今水上優子さんいらっしゃいます。宅には1807年文化4年に猿丸大夫千年祭が催された折の短冊8枚が残る。これ見に行きたいんですね。まだ残ってるんですよ、千年祭の時の短冊が。見に行きたいんでございます。しかしこれがですね、なぜか知らんけど河原町の郷土司会とえらく仲悪いんです。私が河原町郷土司会と関係しているとなると門前払いされちゃうんです。本当は柿の元の人回るのご子孫なんですよって言いたいんですがね、受け付けてもらえないでしょうね。さあ皆さんの前にとんでもないこと言います。これです。だって人丸さんと猿、猿丸太夫さん、同一人物だったらどうなります？足引きの山鳥のおのしだりゆの長流しを一人かもねでしたよね。奥山にもみじ踏み明けなくしかの声聞くときぞ秋は悲しき、イコールです。じゃあ百人一首は百人一首じゃないですよと。98人一首足す一人二首、文学史ひっくり返しました。こうなっちゃいました。これが福永説ですね。さあこれ今日の結論です。この歴史をもとにして万葉集の残りの人丸さんの歌を分析していきましょうね。今日そのため の今日は一番ですね、歌の聖、柿本の人丸は天智天皇に仕え正三味、これはなんと古今和歌集彼女に出てきます、大木三つの蔵の祭道士だった新情報です。新和道 AB の銅線銀線を受線するため祭道所の静止殿あたりにあったと思われる受線寺に勤めた、住まいは河原町柿下あたりであろう。柿下、読み方変えたら柿の元でしょ。で銀線の造幣に必要な銀を調達しに石見銀山と往来した。石見にも妻がいた。祭道所の受線寺に勤めていた時本祭の死が知らされ奥山奥田家に葬った。主君天智天皇は唐と結び白村江の戦に加わらず、戦後和国本庁を併合し名実ともに和国の天皇となられる。670年、日本国と国語を改めた人丸は日本国を代表する大和の国を代表する宮廷歌人でもあった。672年、人心の乱勃発、受水した天智天皇の水死体が上がった時の晩歌を人丸は苦心して残した。人心の乱後人丸は猿と名を貶められ正三味から
14位下に落とされる。失意のうちに石見の国の国司に赴任する途中、682年6月5日鴨島で病没。初期に猿とあり、万葉集に人麻呂とあるのは天智天皇和道開寺と深く関わったからであろう。悲運の稼いであったという、もう本当に常識と全く違う親切でございます。でもこれが人丸さんの正体、猿丸太夫ですね。さあこれが結びの絵です。天智天皇は千住村に千住村に眠られ、柿の元の人丸は斎藤署に眠る、共にこの福岡の土地にございます。一つは河原町斎藤署、もう一つは釜石千住でございます。皆さん行けます、ぜひ行って拝んでくださいさあこの歴史をもとにして、じゃあ万葉集の残りの人麻呂さんの歌たくさんございます。これをどういう時に主君天智天皇とどういう時に一緒だご一緒だったかどうかも含めて、残り2回ぐらいで万葉集に数多いあの人麻呂さんの歌を分析してまいりますね。こうしますとね、いよいよね、あの本当はすごくなんですがね、どうもこの私が今把握しようとしている人麻呂さんが読んだことにならない歌が今度万葉集にまた出てくるんですよ。これで一つの一代の人麻呂さんが出ちゃうとですね、どうもこの人麻呂さんと違う人の読んだ歌というのが人麻呂さんの歌として乗っかってるというケースも出てきちゃうんですよ。これを次回の2、それから さらに次回の3で紹介してまいりたいと思います。今度はもうほとんど歌中心にやっていきます。今日で一応歌と天智天皇の晩歌まで読んでましたよというところは分かってくれましたね。それから奥さん、カルの一の本妻さんが亡くなった時の歌も読んでましたね。これが深く猿丸大夫の歌と関わっていて、それで食日本儀に残されていた柿の元遊び猿の、病没の話ですね、亡くなったという話、これが年代も修正した上で全部人麻呂さんと同一人物だったということで、なんと後の天武天皇以降の大和朝廷は柿の元の人麻呂さんすら歴史書から消してたんですよ。だって猿さんしか残ってなかったでしょ。で皆さんの中でも柿の元の人麻呂のいろんなあの先生たちが書いた本をお読みになって、なんとなく猿丸太夫と人麻呂って一緒じゃないのかなと思った方がいらっしゃったとしたら、私がこれを、和道開寺を通して証明したわけです。いや人麻呂さん和道開寺作ってましたよって、長官さんでしたよって、こういうことになっちゃったんですね。だから同じ日出と御天使の孫であった天武から睨まれちゃったんでしょうね。だ名前まで貶められて、諸君日本儀日本書紀に猿と名前変えられて乗っけられてるんですね。だ天智天皇の時には小三味ですよ、非常に位高いですよね。と最後晩年14位下です。わかりました。天智天皇、天武天皇、そして柿の元の人麻呂、柿の元の遊び猿、それから猿丸太夫。だから柿の元の遊び猿も、それから天智天皇も、だからほとんど同時代の人だったんですね。だから天智天皇抜きに人麻呂語っちゃいけなかったんですね。万葉集の読み方どんどん変わりますよ。はい、ということで今日はここまででございます。